海軍天文台のアサフホールアサフホールは、アメリカ合衆国の天文学者。火星の2つの衛星ダイモスとフォボスを発見した、ことなどで知られる。コネチカット州合戦に生まれた。16歳で大工の徒弟になった後、ニューヨーク、マックグロービルのセントラルカレッジに入学した。1856年にアンジェリー・ム・スティックニーと、結婚した。 彼女は火星の衛星発見時にホールを激励したという逸話で知られている。1856年ハーバード大学展問題で職を得ると軌道計算の専門家になった。1862年にアメリカ海軍展問題の観測助手になり、その年のうちに教授となった。1875年当時としては世界最大の66センチメートル、 反射望遠鏡の責任者となり、1877年に火星の衛星の発見、土星の自転周期の見積もり、土星の衛星ヒッペリオンなどの惑星の衛星の軌道の計算などの業績を挙げた。その他に、プレアデス星団の星の示唆や位置の研究を行った。月のホールクレーターとフォボスの同盟のクレーター、小惑星アサフト、ホールに命名されている。また、 コボス最大のクレーターは、妻の旧姓を取り、スティックニークレーターと命名されている。ありがとうございます。